今回ご紹介するのは、ハミルトンのレディース手巻き時計。1950年代に製造された、金無垢アンティークモデルです。文字盤はシルバーカラー。アップライトインデックスと細身のアルファハンドの組み合わせ。上質で小ぶりな可愛らしい風貌デザインです。14KWG 金無垢ケースは高級感あふれるアールデコフォルム。全体にダイヤモンドをまとったラグジュアリーなデザインです。バンドはケース同様、宝飾が施された金無垢ブレスレットを装着しています。優れた職人の手によって、一本一本丁寧に組み立てられた、一点物のアンティーク時計。女性らしい可愛さを保ちながらも、大人の魅力を引き立てる正統派ラグジュアリー、カクテルウォッチです。ダイヤル、文字盤。軽く経年変化が認められます。文字のかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、裏蓋。すれ、小傷が認められます。大きなへこみはありません。ルーズは金メッキです。裏蓋の刻印 14KTG は鮮明です。風貌。特に大きな傷やスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に確保されています。ブレス。ノンマーク金無垢ブレスレットです。バックルクラスプ部に 14K の刻印が確認できます。すぐに装着可能です。操作方法。ケースサイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き、止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で3分以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ケース径は約 15mm ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約 40mm、厚さ約 7mm、風貌含む、腕回り 15cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、
説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。